皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今回もモンハンやっていきたいと思います。今回のクエストは、こちら高難度の、ダージャン1匹になります。なんかすごいやばかったような思い出があるんですが、来てしまいました。はいということで、ステータスの方はまあいつも通りな感じですね。ちょろっとだけね、防御力を上げてまいりました。はい、まあスキルもね、まあいつも通りなんで同じでございます。はい、ということでね、どこだ、誰か見つけてるな。この真上だな。いるってか、その上に。ちょっと待ってくれ。大丈夫かな、怖いな。この上やな。この上におりますな。いやー、これ高難度のラージャンって凶暴か、極限状態だったかな。いやー、極めてね、嫌な思い出しかなかったような気がするんですが、リハビリクエストのね、来てしまいました。極限状態。やばい。やばいぞ、あれ。なんかもう二度と来たくないレベルでやばかったみたいなさ、そんなこと昔言っとったような気がするんだけど、まあ安全第一でこうやらせていただきましょうかね。安全第一のこうチキン野郎でございますよ、私め。これは怖いな。ラージャンってね、私そんなにね得意ではないんです。イビル状だったら意外とこれ得意なんだけどな、私。ラージャンってさ、ずっと怒ってんじゃん。まあ、イビル城もそうだけど、やばいんだよな、これ。これな、本当にラージャンね、あれにしか見えない。ドラゴンボールにしか見えないな。あれ乗ってる、もしかして。あ、乗ってんだ。ナイスナイス。グッジョブ。頑張れ。マーク6さん。今回もね、このノラの方のお部屋にお邪魔しております、私。まあ、いつもね、このノラの方のお部屋にお邪魔しておるんですがね、今回もね、やはりこれノラの方のお部屋です。いつも通りな感じでございますよまあ4人いれば安心かなと思ってね、これこの部屋に来ちゃったんだけど、実際どうなんだろうか。みんなこの極限状態のこれラージャンはいっておりますかね。どうでしょうか、楽しんでおりますか、モンハンいやー、私もね、クロスの発売に向けてちらほらとこれね、リハビリクエストやっていくよーとかって言ってね、こんなとんでもないクエストに来ておりますよ。まあね、私もそんなにね、やってないんでね、モンハン 4G ね。だからね、もうちょりとこれうまくね、立ち回っていきたい。いいぞいいぞ、やれやれ、滝さん、体験の滝さん、やってくれ。よしよし、いいぞみんな。もうよくわからんけど、よくわからんけど、決めよ決めよ。ごめん、飛ばしたらごめんね。ごめんなさい、しとこ。マジでごめん。大丈夫と、和善さん。優しい、ありがとうね、本当に。もうね、これ、協力プレイなのにね、吹っ飛ばしたりとかして最悪だわ、私。こうね、気をつけてね、チクチクとこれ。うわ、これ、やっべ、マジで。次当たったら、死ぬる。死ぬる。あっち行ってるわ、今のうちに回復しとこ。怖すぎ。ちょっと飛躍で回復かな。いや、グレートで回復しよう。いつね、こっちに飛んでくるかわからんでね。怖いですよ。いや、この極限状態のラージャンっていうのはね、本当にこの一撃がね、重い。非常に重い。いいぞいいぞみんな。いいぞいいぞ。あ、落とし物落ちてんな。落とし物拾おうか。さっきのこれ、あれ、こかした時のやつな。これ拾っとこう。命がけで拾っとこう。大粒涙いただきました。ありがとうございますと。ちょっとこれ取りとこうか。和善さんこれ乗っ取られたいね。私。よっしゃ、ナイス。いいぞ、いいぞ。いいダウン取ったね。今回はね、結構武器がこう、バラバラですよ。片手剣の方がおるね、今回。いや、片手剣ってこれ結構特殊だよね。使ってる人って本当ね、なかなか見かけないんですよ。なんだろう、私も初心者の頃はね、よく使っておったんですが、まあ、モンハン始めた時ぐらいかな。まあね、使っとったってね、前、別のこのモンハン動画でね、話したかもしれませんがね、皆さんね、どういう武器を使っておりますかね。私はもうこのガンランスに出会ってからは、もうガンランス一筋で私、やっておりますよ。いやー、でもどうだろう、他の武器とかもちょっとさ、練習して、なんかできるようにした方がいいのかなとかって思いながらね、もうやっぱこの盾、盾がね、やはりこれ私も話せない。最強、最強。うわ、とんでもねえ岩だ、あれ。どこにぶつけるんや。とんでもねえ岩ころ、これ。取り寄ったな、あいつ。危ね。
危ねえ危ねえ危ねえ、な何するんや、暴れすぎやろあのラージャー、マジでとんでもねえわ本当に。これドラゴンボール思い出すレベルだなドラゴンボールもなんか昔、これ最近かな、ちょっとなんか美容院でねドラゴンボールね昔のやつ読んどったんだけどね、あれだよね、孫悟空猿になるもんね本当にさどうでもいいネタだよね。あ、力つけちゃった、え、体力マックスぐらいあったような気がしたんだけど、あらららら、やってしまったのこれ私、ちょっとこれ舐めてたわ、うん、まだそんな始めて5分ぐらいよ、いやこれしっかりやっていかんといかんね、うん、ね、早いとこみんなのところに合流したいんだけど、地図だけか、仕方ね、すぐ戻ろう、うん、あ、移動したね、ちょっとねこれ研ごうかね、一応念のために研がせていただきましょうかね。あとはまあ3人行ってるから早いとこ合流した方がいいよね、うん、じゃあちょっとこれグレート作って、こっちか、こっちから行こう、よいしょっと、いや強いな、何分ぐらいで倒せるかな、いやでもねハンターランクみんな結構高いんだけど、いやそれでもねあのすごく苦労するっていうねクエストだった覚えがねありますよ、本当に昔やった時も二度とやりたくないとかって言ってたような気がするんですがね、また来てしまいました、リハビリクエストリハビリでもないのもこれ本気だもんね、これはいった、ラージャーの本気や、やめて、危ない、もうガードしてもねダメージ食うからね今作ね、ガードするタイミングとかもね気をつけんといかんもんね、よいせ、刺激ちょっと当たったぐらいか、よいしょ、いや弾かれるな、弾かれ上手とかつけてきた方が良かったかな、よいしょ、あいた、なんでかしら石ころが当たったぞこれ、大丈夫かみんな、まあまあこれぐらい余裕かみんな、さすがやな、私がもうチキンすぎてねやばいいやチキンになるよこのクエストさ、一撃死とか平気であるからねこれ、危ねえ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 、いやみんなほんとよく立てなしでね来れるなぁと思うよ、 ありがとうごめんなさいと、何があったんだ、飛ばしちゃったか誰かを、うん、いやもうねこれ命あってのねクエストですから仕方ない、そういうこともこうあるかもしれん、私はもうね基本的にガードしかしてないような気がするな、いなくなったし、さあ来いよ、もうすぐ移動するもんならじゃん、瞬間移動に近いのはもう早すぎてさ追い切れないよマジで、このターゲットカメラあってよかったけど、これなかったら追えないよこんなの、くるくるとこれ自分でねここ回してこれ見るとかさ、危ねえ危ねえ危ねえわ、ちょっとそろそろ回復したいな、危ない、いや極めてこれチキンプレイでございますがね、こうやって安全にね狩りをしていくっていうのもね大事ですよ、これ以上おつらんっていうね、大丈夫かみんな、大丈夫か、大丈夫そうだなみんな、慣れとるんかねやっぱこのラージャン戦において、いやーどうかな、みんなラージャン行ってる、痛いすごい痛い、やばいやばい、ほんな壁際やめて、壁際がね非常に危険、やめて、ありがとう助かった、今回復してもらったからよかった、ありがとうしとこう、ありがとうって、どうしようかな、回復しとくか一応念のために、マーク6さんがこれ乗っておりますな、いけいけ頑張れ頑張れ、よっしゃナイス、いいぞいいぞ、グッジョブグッジョブ、お極限状態もこれ解けたな、極限状態っていうのが本当にやばいからね、ただでさえ怒っててもやばいのにさあ、これもうね半分ちょっと愚痴になっとるよね、いかにこうラージャンが危険かっつうのね思い知るクエストですよ、極限ラージャン、よしいいぞ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 、やるぞやるぞ、
決めたれ決めたれ、あぶれあぶれ、どこや、あぶれ、もうほんとカメラで追うのも大変、ライブ飛びすぎるから。あの落とし物拾いたいな、でもね怖くて拾えないよね。拾っちゃうか、いっちゃういっちゃういっちゃう、今だ、涙涙をね命がけで拾うんだこれ。やっぱりちょっと下に降りよう、うん、こっちで回復しよう。怖い怖い、あと研ぎたいんだよね。こっち来そうや、来た、こっち来た、あぶれ、研げんな。次移動してからかな、このタイミングでね本当は研ぎたいところだったけどな。よいセット、あぶね、みんな大丈夫、結構安定してるねみんな、早っ、もう足引きずってるわ、素晴らしい。これ倒す方向かな、捕まえる方向かな。いやー、まさかこんな早く極限状態をね倒せるとは思わんかったけど、思わんかったってまだ倒してないんだけど、ちょっと待ってよ、ここで解いて準備してでやろう、うん、罠張った方がいいかな、久しぶりにこれ罠張るか、私も。よいせ、一応罠を張らせていただきましょう。落とし穴入るよね、みんなこっちや、こっちや、みんなこっちや、怖え、あいつやべ、落ちこねえかな、落ちないか、こいこい、もうちょっとや、もうひと踏ん張り、こいこいこい、来た来た、え、落とし穴これ、怒ってるとこれ落ちない感じ、もしかしてしびれだった、私これミスったかないやみんなほんとごめん、紛らわしい罠で、もう一回ハットがここに、うん、なんかどっちか効かなかったもんね、あごめんごめん、あー壊された、なんで罠関係ねえわこれ、やべえわ、やべえ、みんな翻弄してしまったわ、なんかこんなん怖いわ、怖い怖い、もうチキンプレイ だけど、あぶねえあいつ、たタキさんが大丈夫か、回復しようか、ああ私も回復するわ、大丈夫か、ふう怖い怖い、ワゼンさんもありがとう言うとるなこれ、もうちょっとや、いやとんでもねえぞあいつ、まだ死なねえってかこれ、みんなよく耐えてるよこれ、ちょっとグレートつくとこう、よしこれで OK かな、次で決まるかな、よし次で決めよう、うん、みんなやろう、みんなはね多分ね余裕なんだろうね、私だ問題は下か、ここでね、さあ来いよ、こっちはこっち、いやみんなねなんかたくましいね、こう慣れてるって感じ、このラージアン戦において、私が慣れてないよねやっぱりあナイス、いやお疲れ様でした、いやとんでもなかったよこのラージアン、うん、いやーこれね日頃からこうやってる人とやってない人の差でしょうね、立ち回りが、いやまたねぜひともこの極限状態のラージアンにねリベンジしたいと思いますよ私、いや強かったこれ、とんでもなく強かったわ、あうち拾っとこう、モンスターの糞、うん、いやーでもなんとかこれ、まあ一応映しちゃったけど私が倒せてよかったよ本当に、ありがとうねみんな、強かったわ助かるという感じでね、まあモンハンこのクロスが出るまでねちまちまと私あのリハビリクエストの方を続けていきたいと思いますよ、いやよかったらこう皆さんもねモンハンクロスに向けてねリハビリしてみてはいかがでしょうかね、いやー本当に強かったこの3人ありがとう助かったわ、うん、さすができるハンターたちはねもう最後もう何も拾わないっつう感じみんな、うん、かっこいいなみんなかっこいいな私もそんなやりたいな、私も集めるのに必死やということで、報酬の方は、うん、毛と、爪かな、うん、あとはこれはなんか良さそうなやつやんな、うん、怒った時の黄金の毛みたいな感じ、あとは、これ、証か。うん。お守りと。あらこれ、結構いいやつ来たんじゃない、いやー、よかった。無事終わって。うん。ということでね、これからもモンハンやっていきたいと思います。
はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。